ジャイポンガンジャイポンガン、または、ジャイポンとは、小編成のガムランの伴奏に合わせて演じられる、インドネシアのスンダ族の新作舞踊である。スンダ族の伝統芸能のクトティル、クリニンガン、バジドラン、トペンバンジェ、タイバンなどの音楽と踊りの要素と、プンチャックシラットの動きを振り付けに取り入れたもので、1970年代の終わりに、ググムグンビラが創始した。 激しい訓断のビートに合わせて演じられる手、肩、尻のダイナミック動きが特徴である。特に女性ダンサーの微笑みと流し目に代表される、少しエロチックな踊りでもある。ジャイポンガンの語源は、伝統芸能トペンバンジェのギャグであり、ガムランの音から命名される。女性ダンサーの衣装は、基本的にセクシーなもので、上半身は体にぴったりしたサイズのクバやと、 アポ、下半身は、シンジャン、または、蝶ズボンを着用する。1980年代に創始者のググムグンビラが、テレビ出演すると、ジャイポンガインの人気はすぐに高まって、結婚式やインドネシア独立記念日の、市民パーティーなどで演じられるようになる。ジャイポンガインのグループが、ホテルロビーで、観光客のために演じたり、外国に行く、芸能施設に参加するようになった。 ジャイポンガンに対するインドネシア人の反応は他のインドネシア伝統芸能と比べると珍しく好意的だった。1980年代には都会でも農村部でもジャイポンガンの人気が高まり、ジャイポンガンの講習会には年齢を問わず少女から大人まで多くの女性が参加した。その時に大ヒットしたのがダウンプルスケセルボジョンだった。ジャイポンガンは 西洋楽器を使わず、ガムランのみを使用する。ジャイポンガンの演奏で一番重要な楽器は訓断である。ジャイポンガンのカバーアルバムでは、訓断担当者の名前は、歌手の名前の下に書かれている。1960年代前半、西洋音楽と社交ダンスが好きなググムグンビラは、スカルの大統領の西洋音楽と社交ダンス禁止令を受けて、 1968年から1978年まで、ジャカルタ周辺や西ジャワ州を旅しながら、それに代わる伝統芸能を探し続けた。スカルの時代が終わっても研究を続け、ついに、スンダ族の伝統音楽を西洋音楽のように早い、テンポで演奏し、スンダ族の伝統舞踊に新しい振り付けをした、新作舞踊を考案した。 ググムグンビラの新作舞踊のことを聞きつけた主催者が1978年の西沢庶民舞踊フェスティバルに招待した。ググムは自ら創作した舞踊を、スンダ族の社交ダンス、クトゥティルを進化させたものの意味から、プルクンバンガンの言葉を追加し、クトゥティルプルクンバンガンと名付けた。しかし、フェスティバル主催者の中には、クトゥティルの芸術家がいて、 伝統芸能としてノクトゥティルは、まだ終わっていないとの理由で、ググム・グンビラの演目の中止を主張した。ググム・グンビラは主催者に一週間で、新しい演目の名前を考案するように告げられた。ググムは、ゴングの担当者に会いに、西ジャワ州のカラワン県へ行くが、その人は、トペンバンジェの公演に出演していた。ググムはその会場に行き、 彼の所属するグループの講演を鑑賞した。イジェムとアリシャバンのトペンバンジェ男女コンビが何度もセリフの合間に激しい訓卵の音に合わせて体を動かし、その後ガムランの音にジャイポンと口真似するのに興味を示した。アリシャバンからジャイポンはただのギャグで特別の意味はなく、 ガムランの音を口で表現したと説明を受け、自らの新作舞踊の名前をクトゥティルプルクンバンガンからジャイポンに変更した。ジャイポンが有名になると、ググムグンビラも知名度を上げ、インドネシアの中央放送局テレビリージャカルタから出演依頼を受けるようになった。ジャイポンが全国ネットで取り上げられ、1980年代には、 出身地バンドン周辺の結婚式に出演したり、テレビで講演するようになると、全国的に人気を得た。一方、1980年代初頭からジャイポンガンの反対派が、バンドン新聞、ピキランラヤのコラムで、ジャイポンガンの振り付けは、エロチックなので禁止すべきと訴えた。西ジャワ州の高官までが反対の声を上げたが、西ジャワ州知事のアーン・クナエフィ自らが、 ググム・グンビラに公演を依頼した。その後、ググム・グンビラが、ジュガラの名前でジャイポンガングループ、レコーディングスタジオ、カセット会社などを設立した。ガムラン担当者、ジャイポンガン歌手とダンサーが、ジュガラに所属している。一般的に知られたジャイポンガンのヒット曲には、イザハジジジャが歌う、ダウンプルス・ケセルボジョンと、レンデング・ボジョンがあった。ダウンプルス・ケセルボジョンは、 イジャ・ハジジャの最初のヒット曲になり、現在でもジャイポンガンスのスタンダードとされる。その頃から縦位され、エリ・ソマリ、ペペン・デ・リクルナ・エディなどのジャイポンガンダンサーが登場した。イジャ・ハジジャが、以前のジャイポンガン曲に比べて、よりソフトで、一般に受け入れられる、セラッサリラを発表すると、反対派の議論が弱まった。イジャ・ハジジャのライバルとして父。 チャンクリルンが現れた。彼女が発表した100曲以上のアルバムの中で、アドゥマニスは大ヒットになった。1990年代になると、ジャイポンガンが一般大衆に受け入れられた。現在では、西ジャワの結婚式、独立記念日、外国の政府交換などの品格、さらには、観光客の歓迎セレモニーでも公演されるなど、 客をもてなす、歓迎の舞踊になっている。ジャイポンの教室が多数が開校され、バンドン国立芸能大学のカリキュラムの項目の一つになる。1980年代から1990年代までに、トカトカ、ペンチュ、クントゥルマングと、イリンイリンダウンプリンなど、ググムグンビラが、数々の演目を作り出した。その演目から、イチェーフェンディ、 ユミアティマンディリ、ミミンミンタルシ、ミラテジャニングルム、イネディアル、と、アセプサファなど数々のダンサーが登場した。ありがとうございます。